どうも、はい、中本します。今日はですね、購入品紹介をしていこうと思います。福バカの購入品紹介でございます。はい、今月先月って感じだと思うんですけれども、まあ動画内で買ったアイテムもございましたし、動画外で買ったアイテムとかもいろいろあって、で結構単発でね購入品動画出してたと思うんですけれども、それ以外にも結構こう買っていたという事実が、先ほど家を探っていたら判明しまして、ちょっとびっくりしてる次第でございます。はい、何買ったかとか含め今日はね紹介していこうと思いますので、早速ね全部紹介していこうと思います。はい、買い物しないと死んじゃうんじゃないかなってぐらい買っててびっくりしますね。ご紹介していくんですが、まず服じゃなくて小物の方からご紹介していこうと思います。まず1点目がこちらですね。はい、ドドン、こちらがエンダースキーマさんの花瓶ですね。化粧の毛に瓶って書いて毛瓶、花瓶って読むんですけれども、多分一応こちらにここにねエンダースキーマって刻印があるんですよ。見えにくいかもしれないですけど、これいろんな形があって、フラスコ型だったりとか円錐型だったりとか、まあ、こういうビーカーの形だったりとか、はい、いろいろございます。多分実際のビーカーにレザーを巻いてここでステッチで留めてるんですよね。これに花とか入れたりするとすごい雰囲気が良くなるような、うん、おしゃれアイテムですね。僕このシリーズすごい好きで買ってるんですよね。これ一番ちっちゃいサイズです。 100ml ぐらいで5000円ぐらいって感じなので、ぜひ気になる方は見てみてください。これねめっちゃ人気らしいですよ。すごい人気って言ってました。お次はこちらですね。はい、こちらエンダースキーマさんですね。針箱シリンダーだっけな、はい、の S サイズ、 M サイズ、 L サイズを購入させていただきました。これ前から欲しくて、まあ、特に何を入れるとかはまだ全然決めてないんですけれども、なんかこの3つで置いてあるっていうのは非常におしゃれだなと思っていて、こういうレザーのおしゃれなアイテム欲しいなって方はやっぱりエンダースキーマさん行ってみてください。はい、まあ、なんか入れるんじゃないかな。じゃあね、今から服をご紹介していこうと思います。まず1着目はこちら AIE さんのバルーンシャツでございます。名古屋で買わせてもらったアイテムですね。はい、ブランド古着屋さんで買わせていただきました。僕ねこの AIE のバルーンシャツってアイテム自体すごく好きで、一回動画でも紹介したことがあると思っております。ペペンテス系って言われたりすると思うんですけども、その中でもこうなんかカジュアルに取り入れやすいけど、こうなんかカチッてはまるようなちょっと個性が強いようなアイテムが多くて、まあ、そこら辺がすごい惹かれるポイントですかね。こう定番のアイテムにはなっていて、バック部分ここにねすごいギャザーがいっぱいガーって入っていて、これを着てスケボーとかするとこう風がこう中からこうふわふわって入って、こうバルーンみたいにねかなりいいんじゃないかっていうところでバルーンシャツっていう名前で付けられたアイテムですね。うん、めちゃめちゃ人気のアイテムでございます。柄いいっすよね。すごい変わった柄で、うん、変わってるなってめちゃめちゃ思います。ブランド古着屋さんだからね、確か1万円とかで買わせていただけて、なんか1万円でシャツ買えるってこともなんかこう感覚としてなかったので、すげえお買い得じゃんと思って買わせてもらったアイテムですね。変わったシャツ欲しいなとか、なんかこう長袖でちょっとゆったりしてるけど他と違うシャツ欲しいなって方は、別にこの柄じゃなくても他にもいっぱい AIE さんのバルーンシャツって調べたら出てくると思うので、ぜひそちらね見てみてください。こちらはねニードルスさんの今季ですね 22SS のアイテムの、まあ、レースの半袖シャツでございます。見ていただいた方は結構あそのレースが良かったんだね中村みたいな感じで思うかもしれないんですけれども、まあレースってよりは正直これ形とかがもうめちゃめちゃバッチリ僕はハマったんですよ、着た時に。それが一番良くて、実際細部見てもすごいんですよこんな感じで。はい、レースの加減がすごいじゃないですか。まあだから T シャツの上に着てもガンガン透けるんですけれども、まあその透けてる感じもいいよねみたいな感じのアイテムですかね。定価も 19,800円だからやっぱ結構人気ですよね。というか定価安いな。半袖シャツの形がなんていうんですかね、ボックスなんですけれども、あの身幅がめちゃめちゃ大きい、めちゃめちゃ身幅が大きすぎるってこともなく、でじゃあなんかオーバーサイズだから丈もめっちゃ長いのかって言ったらそうでもなく、なんか本当にちょうどいいとこ突き詰められたなっていうようなパターンでできたアイテムだなと思ったので、すごいいいなと思って買わせていただきましたね。シャツ着たくなるじゃないですか。やっぱり解禁シャツとか半袖シャツってやっぱり1回ぐらいは着たくなると思うんですけど、夏だったらやっぱ僕めっちゃ暑がりなんですよ。新陳代謝ランキングが世界で本当にトップ5に入るぐらいめちゃめちゃ暑がりで汗をかくんですよ。でその汗かくのがめちゃめちゃ嫌で、やっぱりその T シャツ1枚で出がちなんですけれども、それをねこれぐらいレースで透けてたらもう変わらんやろ着ててもっていう、はい、あんま暑いとか思わないんじゃないかなってぐらいこう透けてるシャツなので、そういう点でもいいなと思って買わせてもらったアイテムですね。夏ガシガシ着ていきたいなっていうようなアイテムなんで、ぜひなる方、これ今季のアイテムなんで、もしかしたら店舗とかでもね売ってるかもしれないんで、ぜひ見てみてください。あの中目黒のジャンティークさんで買わせていただいたんですけれども、ナイキのヴィンテージトラックジャケット、ジャージですかね。めちゃめちゃレアとかそういうものでも一切なんでもなく、なんかその予備知識があったとかそういうものでもなく、いい意味でダサいような、まあ、スウェットだったりとか、まあ、ジャージみたいなトラックジャケットみたいなところがちょっと欲しいなと思ってたんですよ、僕自身が。今そんな売ってないよねみたいなのが欲しかったんで、はい、それで言うとねこれがぴったりだなと思って買わせてもらったアイテムですね。
これをバッチリと着こなすのは結構難しいなと思ったんですけども、まあ、なんかでこううまいこと使えないかなっていう、インナー使いだったりとか外に使ったりとかとしては結構挑戦のアイテムって感じでしたね。 H Beauty and Youth さん別注の、サノバチーズさんのコットンのカーディガンですね。はい、買わせていただきました。これはねネイビーですね。お色がベージュとネイビーで2色あったみたいなんですけれども、僕はネイビーの方を買わせていただきました。うん、これめちゃめちゃ好きですね、個人的に。L サイズです。サノバチーズさんのこのカーディガンはめちゃめちゃ大きいとかではなくて、カーディガン欲しいなと思って探してたら、あ、これいいなと思ったのがこのアイテムですね。これはもう本当に気分が今バッチリハマったなってアイテムですね。あとお値段、コスパめっちゃやばいです。これ1万9000円ぐらいなんで、めちゃめちゃ安いですね。これはめちゃめちゃ売れてるんじゃないかな、わかんないですけれども、すごい売れてる気がしますね。176センチ、63キロの普通体型だと、ぴったりって感じですね。ほんとぴったり着れる。あ、ぴったりというかちょっとゆったり着れるかなって感じって感じですかね。なんかオーバーサイズが今結構普通になってるんで、その感覚だとちょっとちっちゃいって感じるかもしれないです。はい。次こちらですね。はい。オールモストブラックさんの今季の 22SS の、カーディガンでございます。オーバーサイズニットカーディガンですね。特徴的なところとしては、このフロントの缶バッジですね。この缶バッジ。あとは、はい、後ろのバックプリント。このバックプリント。あとは結構まあ形としては本当にオーバーサイズのカーディガン、ボックスシルエットでかなり身幅が大きいっていうところと、あと左身頃、この下の部分、このあたりですね、このあたりがちょっと切り替えというかリメイクっぽく作られているようなアイテムとなっております。まあ、この缶バッジだったりとか、このバックのプリントだったりとかっていうのが本当インスピ元があって、そのインスピレーション元が、白髪和夫さんっていう抽象画家の方がいらっしゃるんですけれども、まあ、その方の作品を、はい、これとかね、確か天女の舞っていう、こちらもその作品となっております。クリエーションを服の上で表現するみたいなっていうような今回のコレクションなので、まあ、そのコラボレーションというか実現しているようなアイテムですね。形とかその服のなんていうかパターンだったり、ディテール、こういうリメイクのところだったりとか切りっぱなしっていうところもこだわられてるけど、アートの部分もしっかり、両立しているっていうような、なんかその両立っていうのが結構難しいなってなんか僕はいつも思うんですけれども、なんかやっぱりこう片方だけになるとちょっとちょっともうちょっと味欲しいなみたいな時があったりすると思うんですよ。しっかり両立してるところが面白いなと思って買わせていただいたアイテムですね。これで6万円くらいかな、税込みで6万500円って感じです。結構重厚感があるギターなんですよ。めちゃめちゃ重たいです。うん、なんで本当に春先はカットソーの上とかでもがっつり着れるし、今みたいなシャツの上にも着やすいかなっていうようなアイテムとなっております。古着のレザーパンツとなっております。はい、これは1個前の動画じゃないかな。品評が見当たらないので何レザーかっていうのはわからないんですけれども、まあ、結構厚手というか、そんなに薄くないレザーのパンツですね。最大限までバブアート、14枚のバブアート悩んでこっちを買わせてもらったアイテムですね。はい。最後の決め手としては、一番思ったこととしては、やっぱどっちが履くかな着るかなっていうのを考えた時に、なんかこれが結構運命的に着るかなと思ったアイテムですね。もうこれ何よりサイズがガチぴったりだったんですよ。もうほんとありえないぐらいぴったりで、もうそこが決め手でしたね。古着屋さんならではのアイテムだと思うんですよ。結構昔やっぱ多かったし、なんかデザイナーズとかでもめちゃめちゃパン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 出るアイテムではないんですよね、レザーのパンツって。まあ、探すとなったら古着屋さんで探すことが多いと思うんですけれども、いかんせんサイズが合わないんですよ、やっぱり。ベストが合わないとか、丈感が合わないとか、その辺含めていろいろ悩みが多いアイテムだと思うんですけれども、これはね、もう全部兼ね備えてた。しかもこれスラックスタイプなんですよね。タックとか入っていて、胴体も綺麗だし、で、レディースなんですけども、レディースの大きいサイズみたいですね。本当にザ・テーパードパンツって形なんですよ。ザ・テーパードスラックスをレザー着しましたっていう。あ、そういうの欲しかったんだよねっていうパンツで。2万円弱かな。1万7000円とか、それぐらいで買わせてもらったアイテムなんで、本当に定番のものから変わったものまでいろいろあるよってアイテムだったんで、ぜひ。いろいろあるよ、大富さんだったんで、ぜひ気になる方はそちら見てみてください。あと、いろいろあるんですよ。アフテリクスさんのガンマ LT ですね。はい、ガンマ LT。こちら、ガンマ SL。アクロニウムさんのゴアテックスのバケットハットですね。こんな感じで、新しいアクロニウムのロゴとかが裏地にね、プリントされているような、アクロニウムさんの、バケットハットですね。あと、ノートさんのライダース。あと、こちら、MSU さんのナップサック。このショルダーの部分がすごい変わっていて、パールのような輝きをね、ダブルコンバースですね。そんな感じですかね。多分他にももしかしたらちょろちょろあるかもしれないんですけれども、買ったものって言ったらこんな感じかなって感じですかね。結構やっぱ買ってますね。なんかこう、もうそろそろ春が終わるじゃないですかってなったら夏前になると思うんで、皆さんそろそろね、半袖のシャツとか買ったりとかしてる時なのかなって思ったりしてるんですけれども、そういう方ね、コメントに残してもらえると幸いです。よろしくお願いします。はい、こんな感じで僕です。ファッション系動画を上げます。もしなと思った方はチャンネル登録と高評価をネットネットでお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼します。